気づいたら帰ったらすぐ寝ちゃって結構ね遅くに起きました10時半ぐらいに起きちゃった。そう気づいたらあショールームもうできない時間になってるってなってちょっとめっちゃ焦りましたそう寝ちゃった。そうなんかねリチャッキーズの方がね多分寝てるよって言ってたからね分かってるんだなって思って。そうなんですよいつもねなんかねテストとか終わったら眠っちゃうんですよね深い眠りについちゃうんですよリチャキが何時やればいいよ。なんだろう気負っても毎日配信停止なくても、ありがとうございます。そうですよねなんかだから毎日配信風で頑張ります多分ねテストとかの期間は絶対寝ちゃうからちょっともし途切れても全然気にしないでくださいやりたい時やりたい時にします。そうまさか寝ちゃった。でも昨日ねめっちゃ恥ずかしいことがあってテスト中にね、なんか昨日のテストはすっごい長いんですよ時間が。なんかねどんくらいあるかな、なんかね一番長いので120分あったんですよ数学が。120分あったからなんか解き終わっちゃって、そしてね気づいたら寝ちゃってたんですよ。解き終わってちょっとうとうとしてて寝ちゃってて、テスト解き終わったから寝ちゃってたらなんか多分じゃなくて夢の中夢を見てたんですよ。テストの解き終わってから寝てる間にで、なんか悪夢を見ててなんか怖いなんかお化けから追いかけられる夢見てて、そしてこう目つぶって寝てたんですよ。そしたらなんかそのねお化けがバッて追いついたシーンだったんですよ。追いついたシーンでなんかびっくりしてなんかどんな感じかなうわーっていう声を夢の中で上げたんですよ。そしたらなんかそれで目が覚めたんですけど現実にうわーって言っててなんかテスト中なのになんか視線を感じたんですよ。えみたいな、でやばい自分声出してるって思って、そしてもうめっちゃ恥ずかしくてテスト中にもうそっから次の時間からもうめっちゃやってたんですけど、友達にもテストが終わった後になんかリサギの声聞こえたって言ってます、言っててもうめっちゃ恥ずかしかったです。やらかしたもうなんかねテスト解いてて、で自分ではねなんか多分夢の中で声出したかなって思って目開けたんですけど、したらなんか横からすっごい視線感じて、なんかでも横見たらカンニングになっちゃうから個室に解いてたんですけど多分笑われてました。絶対恥ずかしかったもうなんで悪夢見たんだろう。その時に限ってそれが初夢です。私の今年のずっとね今年に入って初夢見てなかったんですけど、それが初夢見ました初夢が悪夢だったんですよもう怖かった、めっちゃ本当に怖かったな。そう寝てたからメールでウィンクしてたのか、そういうこと、そういうことだよいや、なぜ寝たかの方じゃね。確かにそうですよね、寝ないですよね寝ちゃってたんですよ。気づいたら120分長かったんですよね。このね今日もテストあったんですけど、この2日間のテストはもう本当に一番嫌いなテストなんですよ。全部ね60分は絶対に超えてるんですよ。90分とか120分とかそういう感じで、もうめっちゃきつかったたかちゃんハートありがとうございます。23日当たったよ。お23日、やった、私の 初パジャドラの日だ。よかった、みんなが当たりますようにって言ってたからかもしれない。なんかね結構リチャキメール見てたら当たってる方いらっしゃってめっちゃ嬉しかったです楽しみにしててくださいね頑張ろう。めっちゃ劇場に行ったんだけど、リチャキの壁写と写真が撮れて嬉しかったです。お、壁写と写真撮ったんですか。
私と亀舎だ。亀舎もね、多分前髪短いですよ、私の亀舎今と多分顔一緒な気がする。こういう顔で撮りました亀舎なんかね、亀舎の時も大変だったんですよ。私前髪を前日に切りすぎて、メイクさんがめっちゃ伸ばしてくれました。前髪シュッ何回も伸ばしてもらって撮ったカブシャだから、結構ねいいカブシャですよ。頑張ったカブシャです頑張ったカブシャ。てかまさかりなちゃんの生誕全裸出ると思わなかった。なんかりなちゃんが選んだらしい。そうなんですよ、りなさんが選んでくださってめっちゃ嬉しかったです。しかもりなさんがね、なんか全裸ガールズのみんなにもなんかチョコのガトーショコラかな、ガトーショコラのケーキとチーズケーキをね焼いてきてくださってて、めっちゃ美味しかったです。いいでしょケーキをねいただきました。めっちゃ美味しかった。優しいんですよ。なんかしかもね、なんだっけ、大分のなんか美味しいね、つぶらなカボスかな、つぶらなカボスっていうジュースとシュークリームもくださいました。優しすぎる。めっちゃ美味しくて、全裸ガールズの前にめっちゃ食べたから、ちょっとお腹パンパンだったけど楽しかった、美味しかったありさちゃんハートありがとうございますそう、全裸ガールズもう噛んじゃったのが忘れられない忘れられない。リチャキは目撃者公演とここに伊達天使はいる公演、どっちに出てみたい？さあどっちでしょうね言ったらさ、もしかしたらさ、あのネタバレになっちゃうかも。なんかちょっと言わないとくちょっと口が滑っちゃいそうだからねどっちも出たいですゆあちゃん、あけおめありがとうございます。ココッペ来てますか？え、ココッペ来てる？嘘。ココッペ、ペッペ、ペちゃん、ペちゃん。ココッペもお前だからさ、お前同盟だかもしれない。カンのとこリピートして聞いた。やめてくださいよ。恥ずかしすぎる。ごめん、仕事に戻る。あ、行ってらっしゃい。頑張ってください。バイトー。恥ずかしい。もう絶対もうあそこ噛まない、練習するでも全然変わらず、もしかしたらあれが最後だったかもしれないですね。もしかしたら分かんないな。たくみけいさんハートありがとうございます。ありさちゃんハートありがとうございます。てかリチャキに推しドリンク飲ませすぎてシャポンジャポンになってな。え、やっぱそうですよね。なんかそのせいで最近ね、飲み物が飲まなくてもね大丈夫な体になりましたよいつでも水分補給されてる。たくみけいさんだるまありがとうございます。メモちゃんバラありがとうございます。ありさちゃんハートありがとうございます。ありがとう。昨日一つ年取りました。おめでとうございます。誕生日いいな。リチャキも早く年18歳になりたい18歳からね、ちょっと大人になるからね、なりたいでね。ぼやっきーさんセンスありがとうございます。ありさちゃんハートありがとうございます。ちーさんあけおめありがとうございます。かずきちハートありがとうございます。飛び箱の上で配信見てます。え、飛び箱してるんですか？飛び箱の部活とかあるんですかね。飛び箱飛びながら見てみてくださいこけちゃうかもしれない。いいな、リチャッキー飛び箱苦手だから教えてほしいな2日ぶりにリチャッキーの元気な姿見れてよかった。いつも元気なんだけどねいつも元気だけどね。そう、2日ぶりかも。
もうね、今回のねテストはもうやらかし放題なんです。実は本当のこと言うと今日もやらかしちゃったんですよ結構ショックだったんですけど、なんかね、あの生物を受けてるんですけど、生物基礎と生物っていうなんか2つ分かれてるんですよね。それで今日テストを配られる時に生物基礎と生物が私の元に配られたんですよ。で私はなんか生物基礎って思ってて、自分で生物基礎をなんか解いたんですよ。そしたら大問が2個しかなくて、なのに時間が60分もあって、えなんか長くないって思ったんですけど、なんかで私もうね大問2個しかなかったから60分中の20分ぐらいにもう全部解け終わっちゃって、え待って、しかもめっちゃ簡単っていうかちょっといつもより簡単だったんですよ。だから私え私って生物できるのかなって思って、なんかさ横でさみんなが解いてるか解いてないかとか分かるじゃん。でこう見てたらなんかみんな結構解いてたんですよ。だから私めっちゃ早いなって思ってたんですけど、そしたらテストが終わってあの後ろの人が回答用紙を集めてくれるんですけど、そしたらえって言われて、なんか回答用紙違くないって言われて、えってなって、なんか見たらみんな生物の方を解いてて、私間違った問題を解いちゃってたんですよ。だからなんか先生から呼び出されて、ちょっと生物って言ったじゃんって言われてちょっと怒られちゃってそうだからね、その解いてないから生物多分0点です私。あーやらかしたと思って、もうやばい、今回のテストも最悪もうやらかしちゃったもう間違ったの解いちゃってたんですよ。だからねもうやばい間違ったんです。だからね今度からもうちゃんともう何回も黒板見ようと思って、しかもね数学も解く問題間違っちゃったんですよでもなんか数学は四角2番と四角3番を解きなさいって書いてあったんですけど、間違って飛ばして四角なんかね好きな問題を解いていいと私は思っちゃったんですよ。だから簡単な四角4番と四角6番解いちゃって、あーもうと思ってやばい今回のテストはもう最悪やらかしちゃって、それで昨日結構落ち込んで寝ちゃってました寝ちゃった昨日落ち込んで。進級できる？ちょっと本当に頑張ります。もうね2月にもテストあるから、それでもう本当に頑張るもうやらかしたと思ってね、いつもそういうことをしちゃうから、そう気をつけないといけないの私ちょっとさ月曜日に学校行った時にさ、今日は担任私のクラスの先生に会わなかったんですけど、月曜日はちょっとさこらって言われちゃうかもしれない絶対そんなことしてる人他にもしかしたらいるかもしれないから、その子と仲良くなろうと思います仲良くなる。アリサちゃん可愛い、ありがとうございます。ポテちゃん星ありがとうございますそうやらかした話、まあ他の教科が多分100点よ。そうですよね、100点ですよね、100点。アリサちゃん誰もありがとうございます。ベイヤンタコありがとうございますそうだからみんなもね、やらかした話あったら私と分かち合いましょう分かち合おうね私と。あと2日後に試験と面接あるからリチャキパワーちょうだい。あー頑張ってねゆあちゃん。私の弟もね受験ね受けてたよ。頑張ってゆあちゃん。ゆあちゃんならできるできるよ、頑張ってね、絶対受かりますようにってやっとくアバターリチャキ出らん。あリチャキちょっと出るようにちょっとしとかないとねリチャキもしてみようかな、リチャキ出るかしてみよう。パジャドラ楽しみすぎて振り入れします振り入れって言葉知ってる。じゃあルンルン振り入れしててくださいね、完コピしてね完コピ
ンルンいつもね踊ってるイメージある。ルンルンもさちょっと一緒に今度さ入って踊ろうよ。アリサちゃん誰もありがとうございます。昔コンサートのチケットを家に忘れたことならある。おじゃあ私と同じだ。結構ちょこちょいですね。え、いいと立ちたい。じゃあセンターってお願いします。センター。それからリチャキの真後ろ、真後ろにちょっとついてきてね。もし宝子じゃ当たったらメンバーに報告する。うん、報告する。そしてリチャッキーズにも自慢する。ベイヤンタコありがとうございます。こんばんは、こんばんは。実はパネドラ全部踊れるんですけど。え、踊れるのすごい。なんかダンスとか習ってたんですかね。すごい天才じゃん。天才。リチャキもめっちゃ振り覚えるの遅いからね、何回も見ないと覚えれないんですよ。だからねちょっとね早く覚えれるようになりたい。こんばんは、こんばんは。なんかね今日ね、あの小学生ですか、違いますよ。今日ね、あの結構前になんか歌ってほしい曲ありますかって言ってたんですけど、さ本当に結構前なんですけど、なんか歌ってほしいって、夏の前を歌ってほしいって言ってた方がいらっしゃって、ずっと歌ってなかったんですよ。だから今日歌おうかなって思ったんですけど、ちょっとねカラオケのところに入ってないから、アカペラだからちょっと緊張してなかなか歌えない。でも歌いますねちょっと今日。そうめちゃくちゃ前なんですよ、めちゃくちゃ前に言ってくださったって言ったんですけど、ずっと歌えてなくて、それをねこの前思い出してちょっと練習しました。なんかなんかアバター変わりましたよね今。あれこんなアバターだったっけ、私がなんか可愛くなってる。え、すごい。その前歌おうかな。じゃあちょっと歌詞見ていいですか。iPad にエアドロしました。で、ね、アカペラ緊張する。歌えるかな。ちょっと温かい目で見守ってください。温かい、待ってね。ちょっと一回水で潤したい。最初らへんの配信でアカペラで歌ってた時あったな。そうなんですよ、歌ってましたよ。一番最初に家でした配信で歌いました。コップおしゃれ、コップめっちゃ可愛いんですよ。これやばいですよ、世界で一番可愛いコップ見て。これ危ないんですけど斜めになってるから。なんか色が変色してる、見て、元からかな。なにこれ、青くなってる。結構ショック。あれ、こんなとこに青い模様あったっけな。なにこれ、見て、なんかね、かわいそうに。ごめんね、チップちゃん。もともとかな、多分もともとだよね。これ見せたい、もうこれ本当に可愛いんだよ。よし、じゃあ歌おうかな。よし。ちょっと緊張するな。アリサちゃん誰もありがとうございます。よし、いきます。視聴覚室から教室へ戻るとき、君がちょうど横に来た。
歩調を合わせながら一緒に帰ろうって時間を決めたんだ。部活早めに終わらせて待っていた。欅の木のその下で心を決める。夏の前恋が始まりそうで、僕は急に臆病者伝えたい。思いの少しでも言えるだろうか君にちょっと歌いましたごめんなさい、めっちゃ遅くなっちゃったんですけど、ちょっと今日はねリクエストしてくださった方が2人いらっしゃったからね歌いました。ちょっと今度はねいつかカラオケ機能ができたらカラオケ歌いますね。8888ってなんだろう。めちゃき歌う上手になってるよ。ちょっとさボイトレ頑張ったからかな緊張した。アカペラってめっちゃ緊張しますよね。ちょっともうめっちゃドキドキしたうまい。習ってた？いや習ってないですよ習ってない。でもこの歌めっちゃ可愛い曲だからね嬉しいまたリクエストあったらいつでも言ってください。ちょっと練習しますれる。なんかちょっとありがとうございますちょっとねずっとね髪の毛とかメイクしてる時に歌ってました今日和吉うまありがとうございますよかった歌えて。ちょっとねいつ歌うってやってだからね。えもうすぐさ歌歌唱力のやつ放送じゃない？いつだっけな、水曜日あと5日後19日だった気がする。うわあ。こんばんは、こんばんは呼び捨てファンタジー歌って、呼び捨てファンタジーもじゃあちょっと練習しとこうかな歌唱力も楽しみでね。そうですね、歌唱力も楽しみ。なんかねリハーサルをしたんですけど、リハーサルの時にあの動画撮ってもらって見たら結構緊張してたけど、まあちょっと大丈夫かなって感じだったから、本番見るのは初めてだからドキドキする楽しみ何の曲歌ったかまだ言ってないですよね。なんかね言っていいのか言っちゃダメなのかちょっとまだよくわかんないんですよだからちょっと分かったら言いますね。ドキドキワクワクドキドキワクワクする。こんばんは、こんばんは。喉のケアも毎日しっかりしないとね。でもねあの歌唱力の前にあのね一人でコンビニに寄って唐揚げ違うファミチキを買ってパクって食べてから歌ったから、あのね多分大丈夫な気がする大丈夫っていうかね声がちょっと出ました。なんかねエイジ先生っていう歌の先生がいるんですけど、その先生が唐揚げをね食べたらいいよって言ってたから、私は唐揚げ探したんですけどコンビニに唐揚げがなかったからファミチキにして、ファミチキをねガブって食べて歌ったからねそう、そしてそれをねザワちゃんがいたから横にザワちゃんに言ったら、ザワちゃんがえじゃあ私も油物食べないとって言ってじゃがりこを食べてましたじゃがりこって油なのかな、でも油だよね
じゃがりこを食べてて可愛かった。じゃがりこ1個結構もらいました、たまちゃんに。じゃがりこも食べたし、ファミチキも食べたからもう最高。そしたらななちゃんもね、ななちゃんも一緒にいたんですけど、ななちゃんはハッシュドポテトを持ってきてました。だからななちゃんはハッシュドポテト食べてた、油物食べてた。ななちゃんと気合うなって思って。ハピーチさん、ピンクのペンライトありがとうございます。だからみんなもね、歌うときあったらね、唐揚げとかファミチキとかじゃがりことかあれファッシュドポテトとか食べてくださいね。さあ多分いいよ、めっちゃいいと思う。ファミチキ美味しかったな。でもね、ファミチキのね、袋にね、あのめっちゃね、あの油がついてて手が油ベタベタになった。食べたいだけは違いますよ、食べたいけど。でもちゃんとね、そうだよ。食べたい。でも美味しかった、めっちゃ。ジンさん、ハートありがとうございます。涙姫さん、クマありがとうございます。クマありがとうございます。シーマルさん、ハートありがとうございます。お疲れ様です、お疲れ様です。明日は学校ないから最高。明日はちょっとね、パタドラの練習をする。パタドラの練習していっぱいちょっとゆっくりしよう。口の周りベタベタでシーサーに臨んだと。いや、でもちょっと口の周りはティッシュでこう拭いてシーサーに臨みました。だから多分大丈夫だと思う。もう恥ずかしいな、ここにさ、チキンのさ衣とかついてたら。今日のお洋服のこだわり、今日のお洋服のこだわり、なんだろう。うん、水色です。水をイメージしました。水。イッチーさん、ハートありがとうございます。でも水色着るのは結構ね、珍しいかもしれない。珍しい。スパイシーチキンが好き。わかる、スパイシーチキンめっちゃ好き。辛いの大好きなんですよね。辛いの美味しい。休みの日はノーメイクに髪ボサボサなの。私はね、今最近は前髪を伸ばしたいから、前髪をピーって引っ張ってピンで4つぐらいここに止めてます。止めてる。今日の夜もね、でもね、友達も前髪を切りすぎてたんですよ今日。だからちょうどよかった、仲いい2人で前髪短い。ファミチキと唐揚げくんしか買ったん。唐揚げくんめっちゃ好き。私も唐揚げくん美味しいよね。なんかさ、パッケージ可愛いしね。初見です。あ、ありがとうございます。私も初見です、その名前。こんばんは、こんばんは。水色に似合うの海とリチャキくらいだ。海と同じくらい。やった、海になれるかもしれない。でもさ、サーヤちゃんめっちゃ水色って感じする。わかりますか、この気持ち。サーちゃんは水色って感じがする。水色めっちゃ似合う、サーちゃん。止まっちゃったかも、バッテリーが。20分ですって出た。あ、 20% ですって出た。おはようございます、おはようございます。おはよう、おはようじゃない、間違った、こんばんはだ、釣られちゃった。サーちゃんはレモンも水色のイメージ。ですよね、水色って感じがする。でもね、私最初レモンの時紫だったんですけどね、最近ずっとピンクなんですよ。嬉しい。なんかもしかしてピンク好きってバレちゃったかな。なんかね、しょっちゅう衣装の色変わってる人もいれば、ずっと同じ色の人もいる。私はね、ずっとピンクなの最近。嬉しい。ちいさん、ハートありがとうございます。
ちゃんリサキ来たよ。赤ちゃんリサキ。そう、今日からもう幼い、今日は今週は幼いデーにします。前髪短いから幼いを目指すで、来週からは大人っぽい目指す可愛いと綺麗どっちが言われたら嬉しいですか？綺麗かな綺麗って言ってねでもね、綺麗って言われたことはあんまりないですハピーチさん、小槌ありがとうございます綺麗はね、言われないな、あんまり。明後日から大人になるの。そうです、明後日から前髪伸びる予定です予定なんだ。そんないいですよ、綺麗って言ったからみんな綺麗って言って、初めて幼いでで、あ、違う違うよ、おそい幼いじゃないよ、オスデーだよ、オスデー丸いわ、丸い。あ、でもね、そう、あのね、いつもね、お話し会とか、あの女役司会の時とかに初めてお会いする方とかには、なんかいつも本当に顔丸いねって言われます言われるんですよね、いつもね言われる、結構よく言われる何人に1人ぐらい言うかな、うーん、4人に1人ぐらいではね言ってくださるんですよ4人に1人ぐらいの方は、3人に1人かなっていうレベルぐらいで言われるで、多分褒め言葉だよね、うん女性に顔漏れが怒られる。あ、じゃあ私もじゃあ怒ろうかなマルさんも顔丸いのかな。うん、マルコは顔細い、結構ねシュッてしてる。逆に丸いねって言ってない場合はレア、レアかもしれないレアじゃない、もしかしてレアチーズだ。じゃあ私も今度からみんなに言うね、本当に顔丸いんですね。ゆだき配信見れてよかった、ありがとう、受験頑張って、頑張ってね、本当に応援してるね、頑張ってね、勉強するときにあの思い出してね。おやきさん、お餅ありがとうございます。あ、お餅食べたいわ、そういえばお餅食べたいな。俺はしゃべり会であんなにお話したのに顔丸いって言ってない。そうですね、レアですね、じゃあそう、結構お話しましたもんね、仲良し仲良し。レジャー行き唐突に変なこと言うけんふふんってなる私も同じ笑い方だ、私もね、なんかふふんみたいな笑い方しちゃう。お揃いだねなんかさ、ちょっとどんな風に笑ったらいいのかな。ハハハにしようかな、こんな感じ、ハハってサンリオで好きなキャラクターなんだったっけ。なんかね、どれが一番好きとかはないんですけど、可愛いなって思うのはシナモンロールちゃんと、うーん、マイメロちゃんとキキララちゃんと、うーん、なんだろうな、コギミュンってサンリオかな、コギミュン、コギミュンとか、コムニュン、コギミュンと、うーん、あとはポンポンプリンとかかな、ポンポン、でも全部可愛いと思う、結構。今度ね、なんかドンキになんかサンリオのねグッズがいっぱいあったから、今度なんか買ってみようかなって思う。そしたら買ったら見せよおい、そう、なんか全部同じぐらいなんですよね、全部好き。キキララって信じられないくらいでかいらしい。え、大きいんですか。え、どういうこと、キキララって本当にいるの、キキララの、それともキキララの着ぐるみちゃんのこと、それともキキララのアニメの
なんかキキララちゃん、キキララ、キキララちゃんに身長とかあるんですか。え、すごい、どういうことなんだろう。じゃあさ、コギメイは身長大きいんですか。あ、あれ見せたかったな、あのね、かわいいね、あのうさぎおぱんちゅみたいな人、おぱんちゅうさぎ、めっちゃかわいいんですよね。どこ行ったんだろう、学校のバッグかな、見当たらないけど、かわいいんですよ、めっちゃ。二人合わせてお月様。かわいい、そうなんですか、かわいすぎる、それは。じゃあキキとララを合わせて私はお月様に行きます。キキララってそんな大きいんだ、意外。だってちっちゃいのにね、なんかさ、いつもグッズに乗ってる時のさ写真はかわいい。キキララ私キキララの見たい、今日キキララコーデだ、これとこれ合わせてキキララ。クシちゃん、あれはポチャコが好き、ポチャコも結構人気ですよね、ポチャコ、キキララ、ポチャコ、マイメロ、クロミちゃんも可愛い、クロミちゃん。じゃあキャラクターになったら爆売れよ、どういうこと。じゃあ私もキキララじゃなくてリリになる、リリ、キキララリリになるね、キキリリにしよう。じゃあでもララかわいそうだから、ララリリとキキリリ2つ出そう。配信で見てたらリチャクちゃんも身長高く見えるよ、そう高いんですよ、私高いの、私はね、お月様じゃなくて火星に行く、火星に行っちゃうの、一人で。こんばんは、こんばんは、火星に行くぐらい高いです。キキ、リリーは高いんですよ、リリー。今何時かな、結構した、もしかして19時か、1時間ぐらいしたらバイバイしようかな。火星人だったの、いや日本人なんですけど、実は火星に届くぐらい身長が高い。マイピンクニット買うけど聞き直しよう。いいですよ、違う、ルンルンの中ルルリリだね、ルルリリ。見た目はお子ちゃま喋ってた子供、え、見た目は大人、喋ったら大人だよ。みさきはまだ身長伸ばしたい、伸ばしたい、でもね伸びる気がするんだよね、勝手に。伸びそうだよ、もしかしたら、ね、結構伸びそうだってね、結構ね大きいよ多分、でもね足のサイズは普通だから、もしかしたら伸びるかもしれない、なんかね、あのね結構ねちっちゃくはない、そんなだから伸びる気がする、足のサイズってなんかさ身長伸びるって聞いたことあるから、もう大きくもないんですけどね、普通ぐらい、ちょっと大きいかなってぐらいだから、もしかしたら伸びるかもしれない。首が長くなったんじゃない、本当、ありがとう。ありがとう、首の伸びたかもしれない。くるちゃんとどっちが身長高い、私かな、多分くるみさんかわいい、私のこんくらい、こんくらいかな。こんばんは、こんばんは、公演の曲でセクシーさを表現するときはどうやってるんですか。なんか、どんなことしてんだろう。でとりあえず鏡の前でかっこいい表情を研究してる。
今日みたいに色中で可愛い。今日ね、そう、あの明るいところに来たからね。いつも、あ、そう、今日久しぶりにクローゼットから抜け出しました。クローゼット生活をしてたんですけど、今日はもう外に出ちゃいました。久しぶりにここで配信したから、もしかしたら白く見えるのかもしれない。ここ久しぶり、本当にいつぶりだろうって感じ。久しぶり下げる、ポテちゃん、とうとうありがとうございます。最近は高3ぐらいですごく大人っぽくなると思う。そうですよね、絶対なりますよ。だって高3って言ったらもう成人しちゃうし。いつもクローゼット行って家族から心配されたことない。でもね、マルコとかからはもうクローゼットから出なさいよって言われる。クローゼットだけから出なさいって言われる。そう、クローゼットだったらね、ほっぺがいつもよりも赤く見えるよって言われた。そう、でもね、いつもね、私チークがここにね、ここをピンクにするのがめっちゃ好きだから、いつもね、チークを多分ね、他の人よりもいっぱい入れちゃうんですよ、好きすぎて。だからね、いつもここはピンクなんですよ。でも今日はね、控えめにしてみた。そう。化粧品の中で一番チークが好きっていうぐらいチークが大好き。ここ星良さそう。ここ星良さそうですか。星になっちゃうんだよね、なんか言葉がね。私もわかるよ、前なんかあのここのテロップにんなんかでね、星になっちゃったことある。なんだろう、テロップを書くときかな。乗り先が推測しますからね、任せてください。ちょっと大人くメールありがとうございます。ナナカってチークしてなかったらしいよ。え、そうなんですか。でもナナちゃんいつもね、ほっぺ白い気がする、確かに。じゃあ私がチークしよう、ナナちゃんに。じゃあリチャキの時はチーク塗りまくってから行くね。え、そうしてリチャキとお揃いにしよう。リチャキはいつもチーク塗りまくってるから。チークね、可愛いと思う、本当に。チークはもう本当に可愛い。チークをね、開発した人天才と思う。香水つけてるイメージはあんまりないよね。え、そんなイメージありますか。もしかして私からは匂いしないかな。でも私ね、確かにあんまりつけないんですよ。でもね、たまーにつけるよ、たまーにつける。実は持ってるんだけどね、香水。みんな綺麗にチークなんてる人だらけだったら、それは笑っちゃう。それは笑っちゃう。みんなパッピンかもしれない。でもマスクつけてるからさ、見えないじゃん。だからマスクの上からみんな塗ってきてね。マスク上からピンク塗ってね。涙姫さん、タコありがとうございます。でも私お気に入りの香水があるから、じゃあお話し会の時につけようかな。でもね、ここにさ引きであるからさ、こうやってシュッてしよう。マスクの上、そう、マスクの上にピンクにしてね。リチャキもじゃあマスクつけてここピンクにしようかな。どんな香りかな。なんだろう、ハンバーグとかの匂いかも。ハンバーグとかラーメンとか。リップってメンバーいっぱい持ってるけど最後まで使い切ってんのかな。でも私ね、お気に入りのリップがあるんですけどね、もうね、めっちゃなくなりそうなの。こう出したら出せないのも、出せなくて、もうそうだからね、おーってなった。もうね、見せたいけどね、ここになかった。もう出したらもうね、出せないんですよ、動かない。
だからもうすぐなくなっちゃうからね、もう大事な時だけつける。ポテニーダもありがとうございます。ありがとう。香水好きすぎてなくなってないのに集めてしまう。あ、香水ってなんかいいですよね。集めてるのなんかね、香水集めるのなんかさ憧れる。なんかレディーって感じ。私は集めてるのあるかな。リップとかチークも結構いろんな色持ってる、好きだからね。あとは結構って感じ。赤くるいカレオシさん、かわいい、ありがとうございます。一時期ね、本とかも集めてました。最近は本あんまり読んでないんですけど、なんか集めてる時はもうバーってありました。でも最近本読んでないな。読んでみようかな今度。もうね、なんかハリーポッターにハマりすぎてめっちゃ面白い。ハリーポッターのね、杖が欲しくなる。私もこうやって魔法を使いたいなって思う、いつも。充電が10バーって書かれた。あとちょっとしたら切れちゃうかも。だから一応ランキング読んでおきましょうかな。ランキング読むね。切れた時に13位がゆうすけサンタマリアさん、ありがとうございます。サンタさんだ。12位がいっちーさん、いっちーさんありがとうございます。ありがとう。11位がようちゃんさん、ようちゃんさんありがとうございます。ありがとう。9位がハピーチさん、ハピーチさんありがとうございます。ありがとう。8位がたくみけいさん、たくみけいさんありがとうございます。ありがとう。7位がポテニー、ポテニーありがとうございます。ありがとうね、ポテニー。6位がポテちゃん、ポテちゃんありがとうございます。あ、夏の前やっと歌いましたよ。ポテちゃんやってくれた。6位がぼやっきーさん、ぼやっきーさんありがとうございます。ありがとう。4位がありさちゃん、ありさちゃんありがとうございます。あ、目合いましたよね、あの私がバックダンサーの時。ずっと見てた。3位が涙姫さん、涙姫さんありがとうございます。ありがとう、涙姫さん、涙のお姫さん。2位がカズキチ、カズキチありがとうございます。ありがとうね。パジャドラ楽しみにしてますね。パジャドラ見つけるね。1位がベイヤン、ベイヤンありがとうございます。あ、カズキチ、カズキチのハート。ベイヤンありがとうございます。ベイヤンいつも私に飲み物を飲ませてくれてありがとうございます。しっかりこうやってハマってんのめっちゃ面白い。あともうすぐ切れちゃうかな、切れちゃうかも。じゃあ今度は充電 100% でショールームしますね。じゃあみんなバイバーイ。また明日できたらするから明日会おうね。バイバーイ。